盗作疑惑が提起されたニュージーンズのバブルガムについてイギリスのバンドシャカタク、シャカタクが損害賠償を請求したことが遅れて知られた。18日、韓国文化、ムナ、日報の報道によるとイギリスのワイズミュージックグループはニュージーンズのバブルガムと関連し今年6月中旬、アドア並びに親会社の配布、韓国音楽著作権協会。 ソニーミュージックパブリッシング香港リミテッド、韓国営業所などに抗議文を送った。カタ宅側は韓国の法務法人を選任した後、ニュージーンズがレコーディングして現在使用中のバブルガムという楽曲は、イーザーセイド残弾を無断で使用しており、著作権を侵害していることを確認した。バブルガムの使用中断を含む措置を直ちに取るべきだと伝えた。法務法人は、 使用中断、収益の報告、権利者の変更、署名保証、損害賠償などの内容が含まれていることを正確に確認し、熟知することを求める、とし、ニュージーンズのバブルガムに対する法的対応を予告したことが知られた。これについてアドア側は、6月17日、社家宅側から送られてきた内容証明に対してバブルガム、 を制作したパブリッシャーのホームチームから6月21日に返答した都市バブルガムはシャカタクの楽曲を無断で使用していない。これに対する信頼性の高い分析レポートを提出するよう要請した。シャカタク側がレポートを提出すると回答したが、まだ届いていない状況だと明かした。ニュージーンズは4月27日にバブルガムのメガボルトを公開した後、 シャカタクのイーザーセイド残弾を盗作したのではないかという疑惑に包まれた。当時、シャカタク側は公式アカウントを通じて調べてみると伝えた。